スマートエントリーとは、機械的な鍵を使用せずに、車両のドアトランクの施錠、会場、エンジンの始動等が可能な自動車の機能のことである。スマートエントリーは、キーレスエントリーを進化させたものであり、キーレスエントリーは、キーのボタンを押さないと会場、施錠はできないが、スマートエントリーは加えて、ポケットやカバンに入れておいても、車両に近づく。 あるいはドアノブに触れるだけでドアが開除し鍵穴にキーを刺すことなくスマートエントリー搭載車には大抵装備されているエンジンスタートボタンを押すことでエンジンがかかる仕組みである九百九十三年にシ絞れエコルベットに採用されたパッシブキーレスエントリーシステムや九百九十八年にメルセデスベンツ S クラスに採用されたキーレス号などを筆頭に二千年代中頃から 高級車を中心に採用され始め、2012年現在、高級車から軽自動車まで車種により標準装備、またはオプションで装着可能になりつつある。運転者の持つ携帯機と自動車に搭載されているエキュや PCM との間で無線通信を行い、通信が成立すればドアの施錠、開錠を行う。通信が成立した合図として、 キーレスエントリーと同様にドアの施錠、解錠した際にハザードやルームランプを点滅させることやメーカーによっては電子音でドライバーに通知する。エンジン、ハイブリッドシステム、EV システムの始動も機械的な鍵なしで可能であるが、イモビライザーやステアリングロックなどの盗難防止機能が付いていることが多いため、エンジン動作に関しては多重にセキュリティがかけられている。 スマートエントリーはドライバーが車から離れるとは自動的に施錠されるが携帯機を車内に置いたまま車外からドアを閉めると施錠されずに警報音が鳴るなどの対策が各車両に取られている。しかしこの対策も携帯機と通信が成立しない限り動作させることができないため完璧ではない。車内とはいえどうしても電波の届かない空間が存在するため ドライバーは常に携帯機を携帯し、車内に放置しない心がけが必要とされる。またそのことは、各自動車の説明書にも明記されている。便利な反面、従来の機械式のキーでは起こらなかった問題も発生している。特に盲点となるのが、携帯機に触れなくてもエンジン始動、そして走行が可能なため、携帯機の存在が薄れること。 例えば車に乗り込んだ際に携帯機がポケットから滑り出してシート脇や下に落ちたとする。しかしドライバーはポケットに入っていると思い込んでおり、目的地に到着してエンジン停止後降車しようとすると警報音が鳴り響き、それから携帯機を探さなくてはならない。さらに一つの携帯機を夫婦二人で共用している場合など、他方が途中で、 携帯機を持ったまま降車してしまった場合、エンジンはかかっているが、携帯機が手元にないという状態に陥ることがある。この場合ボタンを2回押さないと、エンジンが停止しないような保護機能もあるが、マニュアル車でエンストした場合などはこの限りではないし、そのまま遠出をした場合など、到着地で携帯機がないという状況になってしまう。携帯機の形は大抵、コンパクトなリモコン状のものだが、 クラウニやエスティマなどの一部車種では、リモコンセンサー機能を統合させた腕時計式になっているものもある。なお、スマートエントリーとは、トヨタ自動車の商品名であり、各メーカーによる名称は異なる。ただし、一般的に同機能が話題に上がる際、総称として、スマートキー、インテリジェントキーという言葉が使われることが多い。なお、トヨタとダイハツでは、 実際に製造したメーカーの名称が使われる。家族などで1台の車両をシェアできるように携帯機も複数枚対応していることが多い。車両購入時付随してくる携帯機の数は1枚のみであることが多いが、携帯機個別でも購入が可能である。各メーカー、車両にもよるが登録可能枚数は3から6枚対応の車両が多い。しかし、 複数枚登録していると車両と携帯機の通信が競合することがあり、通信が成立しない時がある。そのため、各車両でアンチコリジョンや通信リトライなどで通信失敗を低減させている。ただし、登録枚数を多くすればするほど通信時間が長くなり、最悪の場合は利用者がボタンを押す、もしくは車両に近づいてから3秒程度間隔を、 置いてから開くことになり、違和感を覚えることがある。車両から携帯機に向けて発信される電波は LF、携帯機から車両に向けて発信される電波は UHF が使用されていることが多い。これは、車内電波が車外に漏れてしまい、車外に携帯機が存在するのに車内に存在すると誤認するのを防ぐため、車両からの電解強度を調整するが、 電解強度の微調整が可能なのが LF 電波だからである。窃盗の手口。キーと車両が離れていて受信する電波が弱く通信が成立していないとき、いくつかの中継機で通信を成立させ、会場やエンジンの指導等を行う。日本でも被害が確認されている。自ら機械的な鍵を回して、施錠、会場するのではなく、自動的に施錠。 会場するのでセキュリティ面に不安を覚える利用者も多い。そのため、施錠、解場した際にセキュリティ動作を同時動作させることも多い。電波を使用しているため、心臓ペースメーカーに対して影響を与える可能性がある。これは説明書にも記載されているが、心臓ペースメーカーを使用している場合は、対応車両購入前に、 医療関係者と相談するなどの配慮が必要である。キーレスエントリー、キー、レス、エントリー、自動車なんでも用語集カーセンサーネットキー、閉じ込み防止機能フォルクスワーゲン、公式ホームページゴルフ装備表2台目までは、名義上は、トヨタ製だが、実際は、ダイハツ製のため、キーフリーシステム。スマートエントリーの設計者は、慣例として、UHF のことを RF と呼ぶ。 UHF では通じないので注意が必要である。知恵ゾーミニリレーアタック。コトバンク。2018年12月27日閲覧。自動車等の荒手口リレーアタック関西で被害。ABC ニュース。朝日放送テレビ。2018年12月27日閲覧。ありがとうございます。